ヘレナ。ヘレナは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。セントルイス級軽巡洋艦の2番艦。艦名は、モンタナ州ヘレナにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ヘレナは、ニューヨーク州のニューヨーク海軍交渉で1938年8月27日に、モンタナ州選出上院議員の孫娘、エリノア・アカーライル・ガッチャーによって、浸水。 翌1939年9月18日に艦長マックス・ビーデモット大佐の指揮下収益する。12月に試運転を行ったヘレナは12月27日から訓練公開でラテンアメリカ方面に向かった。1940年1月にブエノスアイレスに到着した後1月29日にモンテビデオに入港。モンテビデオにおいてヘレナの乗組員は 1939年12月13日のラプラタ沖海戦の結果自陳して果てたドイツ総交艦アドミラルグラーフシュペイの残骸を見学した。ヘレナは太平洋艦隊に配属され、新珠湾攻撃当日の1941年12月7日には新珠湾の東ドックで平井布雪艦の外側に係留されていた。そこには通常、 戦艦ペンシルベニアが経流されているはずであったが、そのためヘレナは日本軍機の第一の目標となった。フォード島への最初攻撃開始3分以内に、一機の大撃機が魚雷を投下、オグラーラの下を通過しヘレナの右辺ほぼ中央部、ちょうど乗組員が戦闘配置された位置に命中した。20名の士官と兵員が死亡し、機関室とボイラー室が浸水した。 艦内配線も切断されたが、乗組員は2分以内に復旧させ、ディーゼル発電機を始動させて、砲塔を動かすことができた。これにより、反撃の対空砲火を打ち上げることが可能となって、さらなる被害を防ぐことができた。7時57分に最初の日本軍機を発見し、砲塔の作動が可能になったのは8時1分であった。ことから、 ヘレナ乗組員によるドアとハッチの即時閉鎖による水密維持などの被害対策が功を奏し、ヘレナは沈没を免れることができた。ヘレナには資金弾も何発か投じられ、巨雷の爆発と資金弾の影響で、ヘレナの隣にいたオグラーアラは転覆沈没したが、後に引き上げられて復旧した。真珠湾で仮修理を行ったヘレナは、 本格的修理のためメアアイランド海軍造船所に開港された。1942年に入って修理を終えると、ヘレナは南太平洋方面に飛行機と CB を緊急輸送する任務付き、エスピリトサント島からガダルカナル島へ急走した。この時点では、すでにガダルカナル島の戦いは始まっていたものの、ヘレナは任務を遂行。ガダルカナル島を渡って、 空母ワスプ機関の第18任務部隊、レーノイス少将に合流した。第18任務部隊は、ガダルカナル島へ向かう海兵隊を乗せた6隻の輸送船を間接護衛ていたが、9月15日昼、ワスプがイ19の雷撃により、魚雷が3本命中して炎上した。ヘレナは、ワスプの幹部と乗組員を合わせて約400名を救助し、 エスピリトサント島まで送り届けた後、レンネル島沖にて、ガダルカナル島域輸送船団の護衛任務に戻った。この頃、ヘンダーソン飛行場からの飛行機が、しばしば、東京急行を妨害していた。10月11日、日本海軍は何かとうるさいヘンダーソン飛行場を、砲撃して沈黙させるべく、ご当存事少々率いる艦隊を送り込んできた。 この艦隊は18時10分の時点でサボ島から160キロ離れた海域を進撃中だった。一方、南太平洋部隊司令官ロバート・エル・ゴムレイ、中将は太平洋艦隊司令長官チェスターにつ対象に・ニミッツ大将に疲れる形でニューカレドニアから3000名の新たな陸軍部隊をガダルカナル島に送り込み、同時に東京急行を脱線させる艦隊を出撃さることとした。 東京急行脱線の命を受けた艦隊第64任務部隊ノーマン・スコット少将は112日艦サンフランシスコを帰還としサンフランシスコの他にソルトレイクシティ、ボイシそしてヘレナが続いた。スコット少将が新型レーダーを装備していないサンフランシスコを帰還にしていたことがネックと見られたがともかくサボ島沖で日本艦隊を迎撃することとなった。 新型レーダーを装備していたヘレナはいち早く日本艦隊を探知し、スコット少将は任務部隊を定時戦法の形に持ち込んで戦闘に入る手はずだった。しかし、回答の際に前衛の駆逐艦弾艦とが脱落して混乱を起こした。その最中、ヘレナは命令の読み違いから抜け駆けの形から砲撃を開始し、両艦隊の交戦が始まったサボ島沖海戦。 任務部隊の一斉射撃により、従順洋艦古高特築艦吹雪を撃沈して、従順洋艦青を撃破し、後藤少将を戦死させた。しかし、日本艦隊も反撃で、ソルトレーク式とボイシを撃破し、ダンカンとファーレンホルトは、敵味方双方から撃たれてダンカンが沈没した。開戦後、ヘレナは、エスピリトサント島とマキラ島の間で紹介を、行った。月日 ヘレナは乱撃を受けたが、近くで爆発しただけで、ヘレナには命中しなかった。11月に入っても、ヘレナはエスピリトサント島からガダルカナル島に送り込まれる陸上部隊輸送船団の護衛を続けていた。その最中にヘレナは第三次ソロモン海戦を戦うことになった。11月3日、15km の距離で浮上中の E172 をレーダー探知。 駆逐艦が確認に向かい、爆雷攻撃で七、e、7 2を撃沈した。11月11日、ヘレナは、マキラ島沖で、輸送船団と合同し、何事もなく、ガダルカナル島沖に到着した。11月12日午後沿岸艦主体から日本機に関する警報が伝えられ、輸送船団は直ちに揚陸作業を中止して、防御体制に入った。やがて、日本機は、 戦団上空に現れて空襲を仕掛けてきた。ヘレナから打ち上げられる対空砲火により最初の空襲を無事やり過ごしたものの二度目の空襲ではヘレナには損害がなかったが二隻の損傷船を出した。それでもヘレナを含めた護衛艦艇は8分間で8機の日本機を撃墜したとみられた。空襲が終わり揚陸作業が再開されたがその間にも 偵察機による日本の艦隊等の動きは刻々と入ってきていた。輸送船団を伴っていなかったものの、意図はおおよそ検討がついたので、ダニエル J キャラハン少将は迎撃を決心し、輸送船団を護衛して、ガダルカナル島海域から遠ざけた後、アイアンボトムサウンドに引き返してきた。11月13日を回った深夜、ヘレナのレーダーは日本艦隊、 安倍コー中将の接近を探知。直後から始まった第3次ソロモン海戦では、ヘレナは何度か照射されたものの、被害は勝破にとどまった。朝を迎えると、周辺の海域には何隻かの傷ついた被害の感染が漂っていた。アメリカ艦隊は、海戦で、キャラハン、スコット両少将の戦死などの少なからぬ損害を受けたもの、日本艦隊の機頭を完全にくじいた。 海戦の結果、ヘレナのギルバート・フーバー艦長が任務部隊の指揮を臨時に取ることとなり、フーバー艦長は任務部隊のエスピリットさんと自前の退却を指示した。ヘレナは海戦で大破したサンフランシスコ、軽巡洋艦、ジュノー及び駆逐艦と共にインディスペンサブル海峡を通過しつつあったがその時、イ26、横田実中佐の来撃により、ジュノーが強沈。 フーバー艦長は日本潜水艦の脅威を恐れ、救助作業をせず、ヘレナはサンフランシスコ特築艦と共に立ち止まらず、前進するよう命令して、この艦域を足早に去っていった。しかし、ジュノーが沈没した際に100名程度の生存者がおり、生存者は救助作業を受けることなく8日間、漂流させられた挙句、10名以外は、 サリバン兄弟を含むすべての生存者が、落命してしまった。生存者を見捨てた、フーバー艦長の行為は、南太平洋部隊司令官、ウィリアム・ハルゼー中将の不況を買い、フーバー艦長は解任させられた。1943年1月、ヘレナは、第67任務部隊、ボールデン・エル・エーンスワース少将に加わり、ニュージョージア島の日本軍を攻撃する新任務に、 参加した。ヘレナの艦砲はムンダ及びの日本軍に対して発射され大いに打撃を与えた。ニュージョージア島攻撃の傍ら、最終期に入ったガダルカナル島の戦いで2月まで紹介と護衛任務を行った。2月11日、ヘレナから発信した OS にユーキングフィッシャーはサンクリストバル島南方で先行中の E18 を発見し、 発煙筒を投下した特逐艦フレッチャーを呼び寄せ、フレッチャーの爆雷攻撃により、E18 を撃沈した。アメリカ側は、この潜水艦を、両102だと思っていた。ヘレナはこの後、シドニーで修理を受けた。修理を終えたヘレナは、3月に、ニュージョージア島攻撃を再開したが、本格的な攻略の準備のため、エスピリットサント島に帰島した。6月30日、 アメリカ軍は事前攻撃でレンドバ島に上陸し、側面を安全にしてからニュージョージア島上陸に取り掛かった。1月現在の第67任務部隊は第36任務部隊に再編成され、ヘレナはエンスワース少将の第36.1任務軍に加わった。7月4日夜、第36.1任務軍に護衛された上陸部隊はクラワンに入り、 陸上部隊3000名を上陸させた。第36.1任務軍は、ニュージョージア島の日本軍砲台に対して、艦砲射撃を行ったが、この時、コロンバンガラ島に対する、東京急行に0時中の、第3水雷戦隊、秋山テルオ少将の一隊が、クラワンで、第3.1任務軍と鉢合わせした。しかし、第3水雷戦隊は魚雷を発射して即座に、 クラワンを去っていき、第36.1任務軍はこの動きに気づいていなかった。魚雷は駆逐艦ストロングに命中し、ストロングは魚雷命中と陸上からの反撃で沈没した。第36.1任務軍はストロングの陸民を救助してガダルカナルト沖に引き返したが、ハルゼー大将から別の東京急行の出発を知らされ、クラワンに急行した。 7月5日夜、第36.1任務軍は、雨の中、ニュージョージア海峡を25ノットで航行していた。第36.1任務軍は一本棒の陣形で、機関の軽巡洋艦、ホノルルヘデナ及びセントルイスを陣形の真ん中に置き、その前後に駆逐艦を配置していた。一方、第3水雷戦隊も同じく7月5日夕刻に、ショートランド諸島を出撃 コロンバンガラ島への輸送作戦を開始していた。第三水雷戦隊は、戦力の駆逐艦10隻のうち、戦隊機関新月及び両風、谷風を警戒隊とし、残る6隻を3隻ずつに分して輸送隊としていた。23時36分、ホノルルのレーダーは警戒隊を探知。エーンスワース少将はまず砲撃を行って、 混乱させてから来撃を行う戦法を取った。20分後、エインスワース少将は警戒隊に対する砲撃開始を命令し、一斉射撃により、新月を炎上させた。新月の炎上は、ヘレナの砲撃の良い目標となった。他の二隻への攻撃がどうなったかわからなかったが、反撃してこないところから、日本艦隊を撃滅したと判断された。 エインスワース少将は、筋書き通りに事が進んでいると思い、予定通りの行動を続けた。しかし、第36.1任務軍が、新月の火災に気を取られている間に両風と、谷風が魚雷を発射していた。砲撃開始からおよそ7分後、ヘレナに魚雷が命中した。3分もの間に1本は1番砲塔と2番砲塔の間、2本目と3本目は、 ヘレナの中央部にそれぞれ命中し、中央部に命中したものはほぼ同じ箇所に命中でいた。また、一本目の魚雷の命中はヘレナの艦首をもぎ取った。ヘレナは、船体が V 字型に折れ、急速に沈没していった。ヘレナの生存者の一部は、にわかに信じがたい冒険を経験した。沈没から30分後、 後続の駆逐艦ニコラスとラドフォードがヘレナの生存者の収容を開始しようとしたが、両風と谷風、輸送隊の雨霧が引き返してきたので、作業を一時中止して退避。しかし、ニコラスとラドフォードに気づかず去っていったので作業を再開した。ニコラスとラドフォードは夜明け前に雨霧及び、もちづきとの放線を交わし、日本機の空襲を気にしつつも275名を救助し、 つらぎ島に帰島した。しかし、275名が、ヘレナの生存者の総数ではなく、残りの約500名ほどの生存者は、ニコラス、ラドフォード及びホノルル、セントルイスから供与された救命ボートに分譲していた。チャールズ・パーセル・セシル艦長は3隻の救命ボートを集めてベララベラ島に向かい、他の87名と共に上陸したが、この時のベララベラ島には、 日本兵600名がいた。セシル艦長のグループは翌朝に駆逐艦グーィントに収容された。別の200名のグループはヘレナの救命ボートに乗って脱出した。一時危機に瀕したものの PB4I-1 リベレーターが投下した救命胴衣とゴムの救命ボートにより危機は回避された。負傷者を従来の救命ボートに止め置いて移動し、 コロンバンガラ島へ向けて航行したものの、風と海流に流されて、日本軍の勢力圏内まで流された。その間に負傷者は次々と池を引き取り、捜索の飛行機にも遭遇せず、コロンバンガラ島は遠くに見えなくなっていた。一晩の後、セシル艦長のグループと同様ベラロベラ島を発見し、上陸した後二名の沿岸監視員にかくまわれて、ガダルカナル島に情報を送信した。 165名の生存者はジャングルの奥で保護された。165名の収容はニコラス、ラドフォードのほか、駆逐艦ジェンキンスとオバノンによって行われた。7月15日、ニュージョージア海峡を急行した4隻の駆逐艦は、翌7月16日夜にベララベラ島に到着し、165名の他中国人16名を救助した。 ベララベラ等の日本兵は一連の動きに全く気づかなかった。およそ900名のヘレナの乗組員のうち168名が戦死した。生存者の一部は後に12月20日に収益したクリーブランド休憩巡洋艦ヒューストンの乗組員の中核を成した。また、戦死者や負傷者に火傷のものが多かったので、以後暑い気候の海域でも、 基本的に肌の露出が少ない服装を着用することが義務付けられた。ヘレナは海軍主君部大賞を受賞した最初の艦となった。サボ島沖海戦、ガダルカナル島の戦い、クラワンヤ戦での功績が受賞理由であった。ヘレナはまたアジアイコール太平洋戦役賞及び7個の従軍政賞も受賞した。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。